今年もワールドサマーフェス来ちゃいました。もうね早速始まってるみたいなんでご案内させてもらいたいと思います。まあ今回ねいつものヨーロッパエリアで、まあ、こういう感じでねいろんなテントが出てるよっていうことなんですけども、まああるあるなんですけどね、空いてない店もあるみたいですよ。早速行きましょうか。まあ、ドイツはですねソーセージとか、ね、ラウゲンドールとかいつもの定番メニュー出てますね。こちらではこのカリーブルストね、これも以前紹介してますよね。まあドイツはソーセージ中心ですね。今回お土産屋さんもねやってますね。食べ物だけじゃないですね。インド亭さんも出張してきてますよ。シークカバモとかカレーですね。まだちょっと考えますか。ここはもういろいろごちゃまで焼きそばとか売ってますよ。団子もありますね。パンセロッティとか書いてありますけどね、聞いたことないメニューもありますね。でこちらのコーナーがドイツビール飲み比べのコーナーもありますよ。ざっとね今見ていただいたようにいろんなテント出てまして、まあそれぞれ好きなものを頼んで野外ステージを見るとそういった感じのイベントになってます。まずは今回のメニュー見てください。乾杯。たまらんすね。最高です。まず最初はこちらパンセロッティっていうねイタリア発祥の揚げ包みピザらしいんですけど、中がベーコンとチーズってことでね、ビールに合いそうでしょこれ。いただきます。これピッツァっていうの分かります？揚げてあるんでなんかサクって感じかなと思ったらもちもちですね。これパンみたい、だからピザなんですね。初めての食感だなこれ。もう絶対にこれ欲しくなりますよ。いいですね。もうすごい暑いんで最高です。これサマーフェスの定番ですけどカレーいきますよ。これがナン。もうねインド亭さんのカレーは美味しいこと分かってますからね。いただきます。うん、この暑い日のカレーなんかうまいんですよね。もう最高ですよ。次のやつもね今回初めてだと思います。ポムデュセスっていう名前のベルギーのマッシュポテトってことなんですけどね、こんな形してるんですけどね、ちょっと食べたことないですよね。いただきます。これうまいですね。マッシュポテトが固めて揚げてあるって感じ。食べやすいですね。こういう形にすると美味しいですよ。普通のポテトフライもいいですけどこれはね新しい発見ですよ。美味しいです。毎年来てますとね大体料理って似たようなものになってくるんですけど、今回はねこのポムデュセスとかね、先ほどのこちらパンセロッティとか、こういうねやっぱりちょっとずつ変わったもの入ってきてまして、この辺もね面白いですよね。定番メニューもあって新しいのもあるっていう感じでね、まあ毎年楽しめる内容になってると思いますね。続きましてこちら塩焼きそば、めっちゃうまそうでしょ。いただきます。
屋台の定番メニューですけど、やっぱりね外さないですね。これはね必須ですよ。ビールにも合うし何にでも合うと思います。最高です。まあ、今まさにねひんやりグルメ&街角グルメやってますけど、まあ、私の印象ですとね今年は暑すぎるんですよ。暑すぎるせいかお客さんがね去年より少ないような気がしますよね。なんかひんやりグルメももう少し涼しい方が嬉しいっていうかね、あまり暑いともうなんか食べたくなくなるっていう以前にですねここに来たくなくなるっていう、ね、それほどねちょっと殺人的な暑さが今年はあったのかなっていうのを思いますね。まあお盆も過ぎましたんでだんだん涼しくなってきてね、まあ、今からあのお客さんもね増えてくるんじゃないかなって期待してるんですけど、なんか今までのね流れですとね今年はちょっと暑すぎたかなという気はねやっぱしますね。まあビール好きにはたまらないですけどね。酒は進むんですけど来たくなくなっちゃう人の気持ちもわからなくもないと、それぐらい暑かったですね。乾杯。うん、ビールの次は白ワインですよ。最後は定番のソーセージです。こちらまずこれからいきましょうか。これは見た感じピリ辛のやつですね。これもね定番のやつですよ。いただきます。めちゃくちゃうまいね。安定の味。ビールでも白でもちょうどいい味ですね。最高です。2種類目、3つ目、これもいいね。始まりましたよ花火が。すごいですね。今年もサマーフェス楽しんでいただけましたでしょうか。これ最後花火終わって終わりですけど、まだ8月の土日は毎週行われるみたいなんで、ぜひ皆さん来てください。それでは。